大衆食堂とは、飲食店のうち大衆向けに廉価で食事を提供する飲食店。煮魚、焼き魚、とんかつ、唐揚げ、野菜炒めなど和洋中華の一般的な料理に加え、単品としての焼き飯、カレーライス、オムライス、各種丼物、ラーメン、うどん、そばなどの麺類も定番である。定食を中心としたメニュー構成の店舗は、定食や、 軽食店とも呼ばれる。種類としては、ビール、日本酒、中杯などが置かれていることが多く、夜間には、居酒屋として機能する店もある。大衆食堂の多くは、駅前や街道沿い、学生街、オフィス街、工場街等に立地し、外食、特に昼食で利用される、出前を行う店舗も多い。また、市場周辺や、歓楽街では、 労働者や朝帰りの客向けに朝食を中心にした営業を行っている店もある。日本標準産業分類では、小分類7611食堂、レストランに分類され、主として主食となる各種の料理品をその場所で飲食させる事業所と定義されている。かつては一般食堂という分類も用いられたが2007年11月の改定により再編された。 沖縄県の大衆食堂は、本土と大きく異なるメニューが存在する。例えば、蕎麦とあれば、沖縄そばのことであり、肉そばは、肉野菜炒めの乗った、沖縄そばのことを指す。ちゃんぽん、カツ丼、すき焼きなども、本土とは、内容が違う。チャンプルーや、ポーク卵は必ずメニューにある。ランチは、洋食揚げ物のセットで、昼でなくても食べられる。 24時間営業の店では、真夜中や早朝からステーキをオーダーする人も珍しくはない。また、一見単品のようなメニューも、基本的には定食である。以下のような本土で見慣れない、セットメニューが多くの店舗で提供されている。例えば、ご飯とおかずと味噌汁を注文すると、丼飯が一つ、野菜炒めと卵焼きの皿と味噌汁とご飯。 それに丼に山盛りの味噌汁とご飯、さらに漬物の小皿が3つに、時には定食の副菜やシーブンまでもが運ばれてくる。予備知識のない観光客がこのような注文をして驚くことがしばしば見受けられる。中国の大衆食堂東、アジアや東南アジアでは大衆食堂が集中していることが多く、ホーカーセンターと呼ばれる。フランスではビストロがこれに当たるが、 現在では、ビストロと呼ばれる店でも高級料理店ならずともある。一定の格式や雰囲気を持つ店も多く、ビストロという言葉が即大衆食堂に当たるとは、限らない。日本においては、フランス料理店が、自らの店に、ビストロの名を付与していることが多い。日本料理では割烹に相当する。ビストロの語源はロシア語の方言という都市伝説がある。1814年に、 ナポレオン戦争でパリが陥落した際、駐屯してきたロシア兵がカフェで酒を早く出せと言ったことが語源とされるが、実際にはビストロという語はロシア兵がフランスに来る前から使われていて、安酒という語と関係しているとされる。多くのビストロは近所の住人を主な客層としており、テラスや路上にフジイストテーブルを出して憩いの場を提供するなど、 カフェと同様の業態や機能を持つ。これらのビストロには固有の野豪がない店が多く、客からは単にルビストロと呼ばれる。大分類 M、宿泊業、飲食サービス業。総務省。2020年11月6日閲覧。平成23年表における飲食サービス関連部門の設定について。総務省。2020年11月6日閲覧。 悲しき酒場のある都市コロンバス、法政大学教養部器を、中島時也、1993年、NHK ラジオ、毎日ロシア語テキスト2020年11月号、AB レイオルデンバーグ、サードプレイスただ美ら役、ミスズ書房 2013ISBN9 兆7846億2207万7800ピアニッシ244から251。 ありがとうございます。